お釜が冷たお前、泳げねえんだな。そうよ、あっちは悪魔の実を食べたのよ。そうね、余興代わりに見せてあげるわん。冗談じゃないわよ。左手で触れればふーら元通り。これがあっちの食べたマネマネの実の能力よ。生かす。ねえ、なんか船がこっち来るわよ。あんたの船じゃないの？あら、もうお別れの時間？残念ね。悲しむんじゃないわよ。旅に別れはつきもの。でも忘れないで。友情ってやつ、付き合った時間とは関係なし。また会おうぜ。うわさあ行くのよ、お前たち。はっ、ミスター2、ボンクレー様。ミスター2、あいつがミスター2ボンクレ。厄介な相手を逃がしちゃったわね。あの能力を使われたら私たち仲間を信用できなくなる。いや、今あいつに会えたことをラッキーだと考えるべきだ。対策が打てるだろう。印なら罰がいい。なんで？海賊だろ。でもあれは本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいいな。ビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。何でもいいから書けよ、問題はそこじゃねえんだ。これでよし。仲間を少しでも怪しいと感じたらこの包帯を取って印を見せ合う。それができなきゃ偽物だ。よし、とにかくこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。ビビと共にアラバスタに上陸した一味は世界政府公認の海賊桜花七部会の地位を利用して王国の乗っ取りを企てるバロックワークスの社長クロコダイルのアジトへと乗り込んだ。クロコダイルの罠にはまったルフィたちは一時囚われの身となるが、別行動を取っていたサンジとチョッパーの活躍によって脱出に成功。しかしその間にクロコダイルの計画は大詰めを迎えようとしており、バロックワークスのエージェントたちが暗躍する中、首都アルバーナに迫る反乱軍と国王軍が衝突しようとしていた。戦いを止めクロコダイルの野望をくじくため、ビビと麦わらの一味はアルバーナへと急ぐ。始まりだ。今日でこの国は我らのユートピアとなる。反乱が始まっちゃった。まだ間に合う。まずは目の前の敵を倒してアルバーナに乗り込むのよ。なんか匂うぞ。中に鼻が効くんだ。麦わらの一味を発見。ここで仕留めます。こんなところに。行くぜ。
ゾロ。また会いましたね。俺はお前と戦う気はねえぞ。白ひげ海賊団の2番隊隊長がこの国に何の用だ。オートガス D エース。弟をね、探してんだ。おぎゃ悪いな。頼むのキャノン。ゲットーす。この縄張りは誰にも渡さんがね。行くぜ。ここを通ることは諦めたまえ。俺が止めといてやる。先に進め。煙やんのかお前。麦わら、いい度胸だ。シャッター本部からの入電か。撤収だ。体勢を立て直すぞ。やっぱエースは強えな。さすが俺の兄ちゃんだ。ルフィにお兄さんがいたなんて驚きだわ。変わらねえな、ルフィ。やっと落ち着いて話ができる。お前にこれを渡したかった。そいつを持ってろ。ずっとだ。なんだ、紙切れじゃんか。そうさ、その紙切れが俺とお前をまた引き合わせる。出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。ゆっくりしてえとこだが、俺も先を急いでる。俺は今重罪人を追ってる。
最近黒ひげと名乗ってるらしいが、もともとは白ひげ海賊団2番隊隊員、俺の部下だ。最悪の罪、奴は仲間殺しをして船から逃げ出した。隊長の俺が始末をつけなきゃならねえってわけだ。そんなことでもねえ限り、俺はこの海を逆走したりしねえよ。次に会うときは海賊の高みだ。おう、来いよ高みへ、ルフィ。音を上げたりはしませんから。くそ、あいつだけは苦手だぜ。麦わらの一味を消しておけ。野放しにしておきゃ作戦の邪魔になる。もうオフィサーエイジに命じてある。行くぜ。クロコダイル、ミスオールサンデー、応急に急がないと。行くぜ。私たちもビビと一緒に行くわ。冗談じゃないわよ。死になさい。プロの死は
見せて。俺の相手はあいつだな。あいつは俺が引き受けた。アルバーナで起こっていることは分かったけど、相手スチブ海ではどうすれば。栄養満点だぜ。行くぜ総長。あの女ニコロミンです。懸賞金7900万。わずか8歳で海軍の軍艦6隻を沈めたという。行くぜ。あの女もクロコダイルの仲間なんだ。ホンドホー。反乱が止まるように何とかしないと。ロケンシー。ロケンシー。止まりなさい。どっきなさいよ。誰？あんた誰？俺の名はサンジ。海の一流コックだ。コック？コックが裏組織に盾つくんじゃないわよ。裏稼業ならお互い様だ。俺はコックで海賊だからな。目には目をってわけ？そういうことだ。この国に手を出すな。邪魔よ。私は政府の人間が大嫌いだ。見せてやるよ、三刀流の極意をな。ここはアチシが。切れたぜ。まだ息があんのか。あんたの勝ちよ。殺しなさい。どうせアチシは組織に消される運命。何をグズグズしてんのよ。さっさととどめよう。いい勝負だった。もうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ。ライバルとの友情の証。アチシ、アチシ泣かない。じゃあな。とどめは刺すのかよ。なぜ戦うの？エロー。あなたたち行儀は悪いな。ゴムゴムのキャノン。よし。
ゼロキロ様、行儀は悪いな。ゴムゴムの三刀流三脚混合キックコース。お腹痛い。一つ忠告しておくわ。戦場で迷ってすぐに命を落とすわよ。プル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 。スモーカーさん、これから私はどうすれば。任せる。何をするかはお前が決めろ。そんな、一体どういうことですか。お前の正義に従えばそれでいい。どうなろうと責任は俺が取ってやる。タシギ、この国のたどる結末をしっかり見とけ。滅ぶにせよ、生き残るにせよ、時代の節目にはこういう事態が必ず起こる。ガチャ。スモーカーさん。総長、ご命令を。海賊、麦わらのルフィ以下、その一味を援護します。全体、出発の準備を。そろそろ時間だな。行くぜ。プルトンはどこにある。神の名を持つ世界最悪の古代兵器、この国のどこかに眠っているはずだ。教えろ。兵器？知らないわ。そんなものこの国には。確かに存在すら疑わしいものであることは俺も承知だ。ところで今この国の連中が戦っている広場だが、帝国に強力な爆弾が撃ち込まれる手はずになってる。直径5キロは吹き飛ぶ特製弾だ。景色が一変するだろうな。そんな。さて、さっきとは質問を変えよう。オーネグリフはどこにある。オーネグリフ、それなら総裁殿にあるわ。ああ教えたんだから早く広場の砲撃を止めて。そんな約束を誰がした。お前一人でもさっさと逃げた方がいいんじゃねえか。いやよ、私はこの国の王女よ。まだ間に合う。砲撃は必ず止めてみせる。さて、総裁殿と言ったな。ルフィさん、広場の爆破まで時間がないの。このままじゃこの国は。ビビ、諦めるのはまだ早いわよ。どこかに砲撃手がいるはず。探すのよ。探すなら敵側の人間に聞くのが一番早い。行くぜ。力ずくでな。チョッパー、あんたの鼻でも使いたいの？無理だよ。火薬の匂いは街中からするんだ。
さすがは国家機密だ。知らなきゃ見つからねえな、こりゃ。そして5キロを吹き飛ばす砲弾、それだけでかければ飛距離も落ちる。となるとやっぱ広場の近くだ。外には見当たらない。だったらどこか建物の中から。行くぜ。そうか、大きな大砲が置けて広場に近い場所。分かった、みんな攻撃手はあそこ。間違いなくあの時計台にいるわ。ポーネグリフか、ニコ・ロビン。さあ、読んでみせろ。世界最悪の軍事力、プレトンの在りかをさっさと教えろ。記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？プレトンの言葉は一言も出てこなかった。そうか、残念だ。お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。ポーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る。そういう協定だった。しかし最後にお前は公約を破った。この国のポーネグリフはプルトンの手がかりすら示さねえ。あなたがそういう行動に出る、私に考えが。行くぜ。麦わら。てめえ、まだ俺の邪魔はしてえのか。全てを許そう、ニコ・ロビン。なぜなら俺はアナクから誰一人信用しちゃいねえからさ。お前の目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうする。お前は何も分かっちゃいねえ。俺を誰だと思ってる。力びろ。ビビは人には死ぬなって言うくせに、自分は命を捨てて人を助けようとするんだ。だからその厄介者を見捨てしまえば。分か
死なせたくねえから仲間だろうが。行くぜ。どこの馬の骨とも知れねえ小僧が。お前なんかじゃ見てろ。俺には勝てねえ。俺は海賊王になる男だ。なぜ望むの。三刀流雷警報発令よ。ここまでです。切りしぐれ。お前がどこの誰だろうと、俺はお前を超えてえか。ゴムゴムのデザート、ストーム、ラスパーダ。なんでお前俺たちの船に乗ってんだよ。あちしが今この船に乗ってなかったら、この船はデューなってたと思ってんの。海軍に奪われてたかもね。じゃあお前海軍からゴーイングメリー号を守ってくれたのか。なぜだ。ダチだからよ。さっさとトンズラぶっこくわよ。行きたきゃ行けよ。俺たちはダメだ。仲間を迎えに行くんだ。ダチのため、ここで逃げるはボンクレーにあらず。麦ちゃんチーム、あちがおとりになるわ。その隙にダチを迎えに行きね。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも誠の空に咲かせてみせよう。オーカマウェイ。ボンちゃん、俺たち、おめえらのこと絶対忘れねえからな。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そしていけません。
なら罰がいい。なあビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。なんでもいいから書けよ。問題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも仲バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠付けたらビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても左腕のこれが